クリエイターが伝えようとした感情のすべてを再現する、それが我々のマスターシリーズです。ソニーではテレビに限らずあらゆる商品カテゴリーにおいてクリエイターが意図しているものを 100% 忠実に再現することを目指しています。それを我々はクリエイターズインテントと呼んでいます。ブラビアでは映像クリエイターが最終画質確認に使っている業務用マスターモニターの画質をテレビで再現することを目指しています。表示パネルや各種部品で最高グレードのものを選んで使っています。そしてそれらの部品のポテンシャルを十二分に引き出す設計をし、我々が目指す最高画質のテレビを実現しています。その上で何より大切なのが、製造工程の最後でしっかりとした画質調整を行うこと。我々はそれをファクトリーキャリブレーションと呼んでいます。我々のテレビはハイエンドからエントリーモデルまで全ての画質を基本的に揃えています。もちろん製品ごとの個体差も最低限度まで抑えられています。これは製造時に避けられない個体感のばらつきをファクトリーキャリブレーションを行うことで抑え込んでいるからです。パネルのガンマ特性の合わせ込み、輝度ムラ、色ムラの均一化、そしてホワイトバランスの補正、大きくこの3つを調整しています。製造工程上にファクトリーキャリブレーションの工程を設けて、専用に開発したシステム設備を使って1台1台細かく調整をしています。例えば輝度ムラ、色ムラの補正の工程では、専用にセッティングされたカメラでテレビ全体の撮影を行い、ムラを検出します。そのムラの見え方が均一になるように補正を追い込んでいきます。ガンマ補正に関しては、パネルの特性に合わせて光り始めの黒い部分から白いピークの輝度の部分まで輝度、色度を追い込んでいきます。特にマスターシリーズでは、従来のモデルに比べて補正ポイントや階調を増やし、調整精度の改善に努めています。オーレットのマスターシリーズでは、黒が光り始める低輝度の限界付近のところまで追い込みをかけています。 LCD パネルを構成する部品の中には、形時変化で色度が変化するものがあります。通常のテレビではその変化分を見込んだ調整を行っていますが、どうしてもあるスペック内でばらつきが出てしまいます。国内で生産を始めた新しいフラグシップモデルである 8K テレビでは、工場内で長時間通電を行うエイジングというのを行いまして、形時変化を最小限に抑えた上でキャリブレーションを行って、ばらつきなくターゲットの色度に調整する取り組みを行っています。生産効率を考えると本来はありえない工程なのですが、今回はあえてそこにこだわってフラッグシップモデルとしての画質を徹底的に追求しています。マスターシリーズは、設計者が映像の細部まで表現したいというこだわりが入った思いの詰まった製品です。その思いを受け取り、我々がどう形にするのか、どう製品にするのか、これが我々の力の見せ所であります。設計チームが熱い思いを込めて作り上げたこの製品を、我々製造チームは誇りを持って理想通りの画質に仕上げていく。これがソニーのブラビアマスターシリーズなのです。プロトタイプ品の画質を我々確認していると、非常に感動ものなんですね。その感動を数多くのお客さんに届けたい、その一心で僕らは日々仕事に励んでいます。